実はこんな話を聞きました。夏至の日の正午になるとノートルダム寺院の天窓から一本の光が差し込んできて、それが聖母マリアの額を照らす。はい、こんにちは、谷崎虎です。今日は夏至とフリーメイソンについて、フリーメイソンというのはいろんな解釈があって、キリスト教以前の古代宗教や古代貢ぎ、そういったものを継承してきた団体という側面と、それから近代になってから、建築家のギルドとして、社会奉仕団体としての側面、様々な顔があるわけですけれども、いずれにしてもフリーメイソンを学ぶということは西洋の歴史の、深層深い面ですねを探っていくということになります。若干この手の話はマニアックになってしまいますので、興味がある方はぜひこの動画見てみてください。このところ2回にわたって夏至の日について語ってきたんですけれども、この夏至の日、ヨーロッパでは洗礼者ヨハネの日として知られています。洗礼者ヨハネ、バプティスマのヨハネとして知られていますけれども、新約聖書に出てくる、預言者ですね。そしてイエス・キリストにこの洗礼を与えた人、イエス・キリストの道を整えた人というように、位置づけで、いわゆるキリスト教の中では扱われていると思います。当時キリスト教が生まれる前の社会においては、いわゆるユダヤ教なんですけれども、その中でも、エッセネ派と言われている敬虔なユダヤ教の中に位置づけられています。キリストを導いた人ということなので、カトリックをはじめ正教会などでも、いわゆる聖人として扱われているんですが、フリーメイソンにとってはさらにこれ特別な位置づけになっています。1717年、近代フリーメイソンというのがロンドンの4つのロッジが統合される形でできました。1717年の洗礼者ヨハネの日、つまり夏至の日にフリーメイソンのグランドロッジが誕生したということになります。それ以降、洗礼者ヨハネというのはフリーメイソンにおいてはこの守護聖人というように扱われています。もともとこの近代フリーメイソンが生まれる前は、その源流にあるのはいわゆる聖堂騎士団、いわゆるテンプル騎士団ですね。それがフリーメイソンの源流と言われていて、現在のフリーメイソンの異界の中にもテンプル騎士団を表す異界があるというように言われています。エルサレムに巡礼するキリスト教徒を守るために生まれた、そういった騎士団の一つなんですけれども、この騎士団が作られた真の目的というのはモーセの時代まで遡って、ユダヤ教や古代エジプトの秘儀というものの伝承に関しての写本というものを探すということが一つの目的だったと言われています。この写本というのは、これ聖書の写本のことなんですけれども、キリスト教が生まれた頃の時代、原始キリスト教に関しての資料というのは、現在においては、今ある聖書というのは全てこのカトリックと教会によって、異端と言われているものを全部排除された後のカトリックが作った聖書の歴史だったりするわけですね。当時のことについて書かれたものというのは、それ以外に書かれたものというのは全て焚書になっている、中世の宗教裁判などで、異端審問にかかられて口が封じられてきたという歴史がありますね。その結果、そういった原始キリスト教に関しての伝承であるとか、それの秘儀と言われているものを伝えるものは、このいわゆる秘密結社という形で、秘密裏に伝えるしかなかったというようなことがありますね。テンプル騎士団自身も1300年代に、徹底的な弾圧を受け、宗教裁判にかけられ、1314年、そのリーダーであるジャック・ド・モレーも逆さ火炙りの刑に処されて、モレー含めて、全ての団員は処刑されるという形で歴史上からは消え去ったと言われています。このテンプル騎士団とその後のフリーメイソンをつなぐ、彼らの信仰の中の一つの軸になっているものは、この魂の永遠性ということなんですね。つまり我々の肉体というのは死をもって終わりとなるわけではなくて、それが何度も何度も転生をしていく。この日本人からするとね、仏教的に言うとそういう考えというのは、生まれ変わりであるとか前世ということに関しても、科学的であるかどうかは別にして、そういうことがあるかもしれないなというふうに思っているということはあるかもしれませんね。しかしヨーロッパにおいては、そういう考えを持つということ自体、もっと言えばそういう考え方を伝えるというようなこと自体が、もうこの宗教裁判の対象になっていたわけですね。人間は死んでそれで終わり、それに対して魂の遠征というものですね、もともとこのキリスト教以前の自然信仰、自然崇拝などとも関係があると言われて、自然の中で何度もこの命がこう巡ってくるというようなことですね。そういうことが、キリスト教以前の民間信仰にはあったわけです。で、この近代フリーメイソンというのは、この建築家のギルドから始まったと言われています。なので、このカトリックの教会のいくつかはフリーメイソンによって作られたということがあるわけですね。カトリックの教会を作るけれども、
その教会の中にそのカトリックの人間も知らないような秘密のサインというのをこう忍ばせていた、まあ、そういうように言われていますね。これシャルトルの大聖堂も、まあ、これケルトのストーンヘンジなどに見られているような夏至の日だけにこの現れるこの光の仕掛けというのがあるそうです。それはまさにこの夏至の日の正午という時間の光の奇跡というものを知っているメンバーだけがその日その場所に集まったと言われています。まあ、テンプル騎士団に関しては、まあ、小説とか映画とかさまざまなところで取り上げられているので皆さんも耳にしたことがあるかもしれないんですけれども、例えばこのフーコーの振り子、まあ、これもあの中心にこのテンプル騎士団のよみがえりというのが一つの核になっています。まあ、永遠の魂、この転生とかよみがえりというものを信じていたテンプル騎士団自身はですね、1314年にテンプル騎士団が全て、まあ、肉体的には殺された後でも実はこの世界に何度も何度もテンプル騎士団のメンバーが転生してきているというように考え方があります。この転生した魂というのは必ずこの夏至の日、洗礼者ヨハネの日の正午に集まると言われています。このフーコーの振り子の最初のシーンの中でも夏至の日にサンマルタン教会のフーコーの振り子の前に聖堂騎士団のメンバーが集まるところから始まります。聖堂騎士団といってももちろん現在においてのこの聖堂騎士団の魂を持った人たちがですね、それぞれの縁を通じてその日にそこに集うというようなことになるんですね。僕もこのフーコーの振り子の本を読んで、サンマルタン教会のこれ確か僕2015年かな、夏至の日に実際にこのサンマルタン教会に行ってみましたもしかしたらそこに聖堂騎士団のメンバーが来るかなというふうに思って行ったというようなこともあります。まあ、実際行ってどうなったかというのは、まあ、これは実際にこの小説に書かれているだけじゃなくて、夏至の日にこのテンプル騎士団、およびこのフリーメイソンのメンバーが集まるというのはこういったことに関わったことがある人はみんな、知っていることかなと思いますけれども、まあ、逆に言えばこのフリーメイソン団というのはこの聖堂騎士団の魂というものが転生した、そういったような人たちがこの再びこの夏至の日にこの集まるところから始まった。何度もこの転生を繰り返しているうちに個々の人生の記憶というものは失われていくわけですけれども、魂の中には失われない何かが残るんですね。失われていない何かに引き寄せられるような形で夏至の日にそれぞれの聖地に集まっていく、そんなようなことなのかもしれませんね。それで僕は象徴哲学、いわゆるシンボリズムですね、それをこれ独学で25年ぐらい学んできました。フリーメイソンとかバラ十字というものは団体としては存続していますけれども、その一つ一つの象徴的な意味というのを探求していくという本来の団体の姿というのは今はもうないと言われています。まあ、そんな中でそういった太古の知恵というものを探求する仲間というのは、まあ、少なからずこの世界にいるなとは思っていて、このテトラノートもそういう意味ではある種の暗号通信をねやっていたりするわけですよ。多分こうサムネイルとかを見たり、サムネイルの言葉とかキーワードとかを見ていて、なんかピンときたキーワードに従ってここにこの動画を見ているということになっていると思うんですけれども、この夏至というキーワード、まあ、現代の秘密結社はこの集合場所と時間というのが分かれば集合できるわけです。まあ、そういう意味で言うと、まあ、時間はこの夏至の日の正午ということになるわけですが、まあ、場所は一体どこでしょうね。もうそれはおそらく皆さんがピンときた場所っていうようなことでいいのかなと思うんですけれども、僕たちの魂が何度も何度も転生していく中でおそらく再び出会っていく、我々の中にこう気づきというものが生まれていく、まあ、思い出すという感覚ですね。気づきとか思い出すという感覚、これがフリーメイソンにとっての最大の秘密なのかもしれません。まあ、それぞれの人がそれぞれの時間にそれぞれのタイミングで行ってみるといいんじゃないかと思います。ということで今日の動画はこれで終わりです。また次の動画でお会いしましょう。谷崎テトラでした。